杉尾議員、自分で言ってることをおかしいなって思わなかったのかしら。非論理的だと思うな。皆さん、こんにちは。はねです。本日は2023年5月25日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、だからさ、あ住順淳を取っちめろよ。ということになります。 この動画では5月23日に行われた内閣委員会での杉尾発言を見ながら、お前ちょっと何言ってるのと突っ込みたいと思いますので、最後までお楽しみください。また、杉尾秀也、ブーメランを投げるのうまいねーと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。で、皆さんもご存知の通り、通常委員会などの質問については事前通告することが基本です。 事前通告することなく質問をすれば、大臣として誠実な答弁ができなくなってきますよね。個人の思いつきを言えるならいいですけど、大臣としての機関としての答えですから。事前通告をちゃんとしてくれというのは、例えば民主党政権時代の菅直人総理も当時言ってます。 で、この事前通告が役所に来たら、その質問をどこが答えるか振り分けをして、答弁を作成して、場合によっては大臣にその件でレコをして、という風な流れがあるんですよね。ただ、この事前通告に問題があるというのは以前から騒ぎになっています。そもそも1999年に与野党の国対委員長官で、 質問通告は2日前の昼までにしましょうねということが一応話としてまとまってはいるもののこれも議員が破ればペナルティがあるというものでもないんですねで、これには日程闘争という問題もあり法案を廃案に追い込みたい場合には野党側が引き伸ばそうとするために審議日程がなかなか決まらなかったりするんですよね日程が決まらないから誰が質問するか何を質問するかもなかなか決まらず事前通告が早くできない ちなみにこの件に関して、例えば株式会社ワークライフバランスという会社が2021年に行った調査によると、質問通告の2日前ルールを守ってないことが多い国会議員の所属政党として、立憲民主党、共産党が圧倒的に答えられています。 まあ、野党として質問を一生懸命しているからだということも言えるんでしょうが、まあこのように公務員にとって仕事が大変になる理由の質問通告遅れの大半が立憲民主党、共産党によるものと言えそうですね。またそこのアンケートには、質問通告が一度なされても何度も差し替えられて困った。質問内容が曖昧すぎて何を答えていいのかわからないなどといった質問者に問題があるケースもいろいろ書かれていますね。 そんな中、公務員の働き方改革について、杉尾秀哉議員が、後藤大臣の大臣レクが異常だと急断し、また河野大臣には、大臣レクの効率化などを図るべきではということを聞いてますね。では、一度実際にこちらの動画をご覧ください。こちらは2023年5月23日の内閣委員会の様子ですね。約6分程度の動画になりますが、比較的質問のやり取りがなされており、内容が面白いかどうかは知りませんが、 聞いてられるものだと思いますではどうぞ、はい、杉尾秀君池見社名の杉尾秀ですちょっとつかぬことを伺いますけれども大臣は法案審議の際の答弁の歴これ朝何時から始めてますか後藤大臣 えっと質問の量によって変わります。えー、80問当たるような時にはあやっぱり相当早く始めますし、えっ、ー、と数問であればあ30分ぐらいの時間で対応しております。杉尾飛也君、朝の4時から始めてませんか。後藤大臣、えー、4時から始めたこともあると思います。それはあの、えー、閣議の前に、えー、閣僚会議があり、えー、そして えー、閣議があって、えー、その後に質疑があって、80問以上当たる場合にはあ、そういうことも過去にはあったことはあっただろうと思います、4時半だったかもしれないと思杉尾ひらく1回だけじゃありません、例えば4月の25日、参議院内閣委員会フリーランス法、午前4時から7時55分、4月5日、衆議院内閣委員会フリーランス法、午前4時から8時半、4時間半。 3月29日、衆議院内閣委員会、新型インフル特措法、4時半から8時半、事実ですね。元大臣えと私、えー、はっきり言って、えー、ご通告なかったので、何日にどのぐらいの時間で、えー、レクをしているかということは、あこれはあ今、お答えすることはあできませんけれども、えー、責任を持って、えー、答弁をしていく、えー、そして、 あの答弁というのは単に勉強ではなくて、え実を言うと、えー、どういうふうに政策を整理をしていくか、あるいは、政省令について、どういうふうに書いていくか。 またあの野党の皆さんとの間で、えどういうふうに、えー、例えばその、取りまとめをおそのお議論として行っていくかあ、そういうことを議論する場だとも思っておりますので、あのただ、時間についてはちょっと今あ、手元にありませんので、何時から何曜日に、えー、レコを受けたかということについては、あ定かにお答えできま杉尾秀君私の手元に記録があります事実です。 4時間、4時間半分かります、今のご説明分かりますけれども、以上です、そしてこれ、始発前です、担当者は皆さん、徹夜されているそうです、働き方改革に逆行してませんか、どうですか。後藤大臣 あの働き方改革に十分日頃、注意をして仕事をしているつもりです、国会の質疑等がある時以外に、遅くまで仕事をしているということは、これはありません、ただし、私は思いますけれども、国会質疑というのは非常に大切に私は思っています、ですから、丁寧に質問を受けられたことに対して、お答えをした方がいいと思いますし。 例えばあの法案審査の中で質疑の中で非常にあのいい指摘もありますそういう場合に、えー、例えば付帯決議にどういうふうに反映できるだろうかどういうふうに政省令を書いていったらいいだろうかあのそういうことについてもやはり、えー、検討することはあるというふうに思いますのであの私自身としては 質問の数が多いときに、適切な時間にあのできる限り短くすべきだというふうに思っておりますけれども、何日かのそういう本当に質疑が集中して、問いが何十問も当たるときにはあ、若干長くなることはやむを得ないというふうに考えて、なるべく努力をいたしております、はい、杉尾秀也君、はい、ただやっぱり、職員の皆さんの気持ちをです、ね、代弁をして、 ここはやっぱり効率化してほしいということと、きっちり答弁をいただいていることはありがたいというふうに思っておりますけれども、河野大臣も残っていただいておりますので、こうした現状をです、ね、改善する必要ないですから、いつも国会質問ばかりが取り上げられるんですけれども、大臣のレクもこれ、4時から、ね、やる、4時間やるってやっぱり異常だと思うんですけれども、働き方改革の点から行って、河野大臣、コメントあったら言った言てください。河野国務大臣。 あの、今年の1月の20日に公表しました国会の業務の調査結果がございますが、それによりますと、この答弁、あの、最後の質問者の質問が出てきて、答弁の作作成に着手、 できるようになった平均時間が、7時、夜7時54分でございますから、もうその時点で、残業に突入をして、で、翌日の例えば、9時に委員会がスタートをして、8時から、閣議があるという時には、当然その前に、レクをやらなければいけないということになりますので、 あの、まあ、我々も内閣人事局から各府省に、この答弁を作成始めてから、えー、答弁作成が終わるまでの時間を効率化するように、これ様々デジタル技術で、Teams を使ったり、いろんなことができるようになっております。また、あの、早朝、例えば、あの、電車の時間の都合などの時には、オンラインで、 えー、レクもできるようになっておりますから、あのそういう技術を使って、作成時間を短くするということは努めておりますが、やはりあの質問の通告時間が夜8時では、あのなかなかあ対応のしようがない、ここは立法府にもお願いをしなければならないところだと思ってお次尾秀哉君あの。ちょっと次のテーマがありますので、この辺でやめときますけれども。 えっとこれはです、ね、ちょっと私は働き方として問題だというふうに思っておりますので、あの両大臣はあの退席していただいて結構です、以上ですね。 で、皆さんどう思われました私はお前が言うかって突っ込みましたね。杉尾議員は質問のことばかり取り沙汰されるけど、大臣レクだって公務員の異常な労働の原因だって言ってますが、それはおかしくないですかそもそも質問通告がある程度早めに行われれば、大臣レクをいつやるかに選択肢が出てきます。質問通告が遅れるからこそ、 答弁作成が遅れ、その結果当日の早朝にしか大臣レクができないんですよね。また答える内容が増えると、それに従って大臣レクの時間が増えるのは予想できます。先ほど触れたように、事前通告の中身が曖昧だと何を聞かれてるか不明で、その結果準備が増えることになります。 また、今回の杉尾議員のように、事前通告をしてないことを質問することによって、事前通告していた質問を質疑しないパターンが生まれてきますよね。今回の杉尾議員がそうだったかは不明ですが、以前、違う話で盛り上がったために、質問していた話ができなかったというケースは見たことがあります。 すなわち、事前通告せずに、週刊誌ネタをぶっ込んだりすると、事前準備が無駄になるわけですよね。ですから、大臣レクが無駄になるということにつながりうるわけですよね。まあ、ですから、そのようなことを河野大臣も答弁しており、まあ、これはあくまで私の感想ですが、杉尾議員は都合が悪くなったからでしょうかね。河野大臣の答弁に対しては特に対応することなく質問を終えています。 うーん、なんだこれ。大臣ネックの問題ってのは、事前通告に依存してる部分が大きいんだから、事前通告の問題をちゃんとしようぜ。 で、先ほど指摘したように、そもそもちゃんと質問通告を余裕を持ってやることによって、公務員のまともな労働につながり、ブラックな環境も減り、また残業代だって削減できるわけですから、まあ、いいことづくめではあります。しかし、日程闘争に利用することで、これが潰されてるって実態もあるわけですよね。で、この件、以前話題になった際に、安住淳氏が炎上してるんですよね。 こちらは産経新聞2021年3月28日の記事ですね。見出しは。立民安住氏、質問通告遅れによる官僚過重労働は陳腐な話ですね。以下一文様です。立憲民主党の安住淳国対委員長は28日の NHK 番組で長時間労働が問題視されている官僚の勤務時間削減のためにも国会議員は省庁への質問通告の締め切りを守るべきだとする考えに異論を唱えた。 官僚の過重労働は国会議員の質問通告が遅いからというのは陳腐な話だ。官僚をあまり美化してはいけないと語った。安住氏の発言を前に日本維新の会の馬場幹事長は質問通告締め切りが全く守られていない。霞が関の働き方改革をしようと思えば国会の働きや事情が大前提になると指摘していた。 安住氏の発言に対しては公明党の石井幹事長も質問通告が遅れると関係する役人はどういう質問が出てくるかわからないから待機させなければいけない通告を早くするのが前向きな国会改革ではないかと述べた以下略以上ですねはいこんなことを考えている人が今立憲の国対委員長なんだよなまさに公務員の働き方改革は立憲の安住順改革にかかってるんじゃないかな杉尾さんどう思いますか 皆さんはどう思われたでしょうか、ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。 では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。また、コメント欄の一番上に、明日金曜日夜11時半からライブをしますので、そのリンクを貼ってますので、よければね、生ライブにもご参加ください。気軽にね、チャットとかで参加してくださいね。また、今、解散が騒がれていますけども、2021年の衆議院選挙で解散が早まった件について、立憲がね、びっくりしてる様子、安住淳さんやね、枝野さんがびっくりしてる様子を解説した動画をこちらに。 また、その前に立憲民主党が不信任案を出そうとして、それに対して自民党のある議員が、お前らが不信任出すならば、こっちは解散やというふうに反論したところね、立憲がビビったってことがありましたけども、その件に関して、今とよく似てますね。その件に関して、解説した動画をこちらにご用意していますので、ぜひともね、過去動画もチェックしてみてください。では、次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。